スカイターゲットは1995年にセガからアーケード用に発売された戦闘機を題材とした 3D フライトシューティングゲーム。後に家庭用 PC に移植された。本校はオリジナルのアーケード版を元に記述する。モデルにシステム基板を採用しポリゴンで演算表示されてはいるが、一方向にのみ進行するステージ構成など内容は 同社のアフターバーナーシリーズに代表される記事 3D シューティングに近い。一人用座席を備える専用筐体で販売された。50インチプロジェクタのデラックス筐体と29インチ CRT モニタの SD 筐体が存在するが、稼働ギミックのような特筆すべき際はない。試作機も含め、実在の戦闘機をモチーフにした4種類の磁器を操縦し、 道中の敵機を撃破しつつ、細長く伸びる戦闘空域を突破する。各ミッションの最後に待ち受ける巨大なボスを撃破すれば、次のミッションに進める。最終ボスを除いて、制限時間が設定されており、時間切れの場合はボスが逃走して、自ミッションに移行する。全4ルートに分岐するが、決定権はプレイヤーにある。ミッションに後の終了後、次のミッションを、 スティックの左右で選択するため、1プレイで全ミッションを遊ぶことはできない。ゲームの最終目標はダッシュされた秘密兵器 X 解 A-49 の破壊であり、どのように分岐しても第7面の最終ミッション最深部で対峙する。破壊すればゲームクリア。被弾により画面右下のパワーゲージが減り0%になるとゲームオーバー。 コンティニュー以外にパワーを回復する手段はない。なお、敵基本体や地形と接触してもパワーは減らない。敵破壊による加点のほか、各、ミッションクリアごとに、ボス破壊時の残り時間、ミッション内の撃墜率に応じたボーナスが加算される。米軍が極秘に開発していた超高性能新型戦闘機 X 階 A、X 界 A-49 ホワイトソードが、 ある多国籍兵器製造企業に強奪された。極秘情報の集合体とも言える X 界 A-49 の最高機密漏洩を防ぐため、4機の出撃機に下った命令は、発見次第破壊せよ。であった。想像を絶する敵の迎撃をくぐり抜け、任務を遂行できるのは誰か。アフターバーナーシリーズと同様に、バルカン砲のトリガーとミサイルの発射ボタンを備える。 操縦管を模したアナログレバーで磁期を操作する。レバー操作により、敵機に照準を合わせると同時に、磁期を操作して、敵のミサイルや対空砲の弾幕を回避する。前述の通りステージの進行方向は固定されており、上下左右の移動可能範囲は制限されている。一方、相違点としては、スロットルレバーがないこと。 ローリングのような特殊操作が存在しない点が挙げられる。コントロールパネル上のボタンにて視点切り替えが可能である。機種名は画面上の表記に基づく。機種ごとに操作時の挙動が異なるが、機種選択画面や操作説明では説明されていない。艦状機のスタートデモは空母からの発艦陸上機は地上基地からの離陸となる。 適正力を多国籍軍需企業、デルダイン社と設定したことで、米軍機を含めて世界各国に実在の戦闘機、爆撃機が敵機として出現する。ミッションによっては、ヘリコプターや艦艇や走行列車なども攻撃対象となる。機体名のインサートと共に出現する核ボスは蒸気を一した長巨大な核兵器で、3D 描写を生かした登場シーンは多様な。 カメラワークで演出され、本タイトルの特色となっている。各ボスには、古今東西の武具や、刀剣の名称が与えられるが、ホーム、創作物に登場する架空のものも含まれる。書きボス名の表記は、ゲーム実機の表示に基づく。アフターバーナー愛には存在しない日本では、バジュラと表記されるのが、一般的である。ただし強力な兵装は、使用不可。 ありがとうございます。